皆さんこんにちは。ようこそ断蔵チャンネルへ。前回断蔵の妄想龍の話というものを、1時間にわたる、ロングタイムな、放送配信いたしましたが、いかがだったでしょうか。今回断蔵の妄想、断蔵 's wild imagination、 断蔵と妄想といたしまして、今回は鬼の話。私の話はこの日本にまつわる文化的な、あるいはその地域的な出来事、伝承、伝説などをご紹介できればなぁなんて。民族の話ね。まあ、族って民族学の族の方ね。はい、暴走族じゃなくて、フォークロアの世界ですね。はい、よろしくお願いします。はい、まあそういうものも全てこう私に降りてくる話なので、何か資料があるわけではありません。もし、本当なのどうなんだろうと思えば、それは興味をお持ちいただいたあなたがご自分で調べてみてください。これは私の妄想。はい、では行きましょう。の前に今日は暑いんですよ、ね、札幌また真夏日でね、ちょっとね、氷を手ぬぐいでいいですね。本当に暑い、はい、手ぬぐいに氷をのアイスパックを巻いて、保冷させていただきます、うん、私は水うちわです、はい、どうでしょう、はい、でね、我が家にはね冷房装置がないのでね、はい、暑いんです、ああ冷えますね、いいですね、ねいいですね、はい、脳天冷やすとね、はい、うん、ではすいません、頭に氷乗せて話を進めたいと思います、はい、あ、私の紹介お願いできますか。はい、あ、すいません、私、断蔵の妻、のりこ、はい、ね、話の聞き役として、はい、今日は聞き役でお邪魔させていただいております。はい、どうぞお楽しみください、はい、まずこの鬼、中国では幽霊のことを鬼と言いますね。うんうん、そうですね。日本では鬼、これはイメージ的に鬼、日本で今言われてるイメージ。虎のパンツ履いてるやつですか？角が、牛の角が生えていますね、鬼には。ね、まあ毛も生えてるかもしれない。うん、眉毛が太かったりとか、うん、で目がね、ね、で口があるぞと、お鼻があるぞと、耳があるぞと、ね。鬼は、金棒を持たせないですね。あの、すごいやつね。トラパンね。そうですよ。トラのパンツですよ。タイガー。ね。トラのパンツ。なかなか、まあ、ファッショニスタで。そうです。あのトラパン一丁。でね、さあ金棒頑張って。そうですね、のりこって、まあ下向きとこかな、
鬼の金棒というのがあって、うん、ね、鉄のにこうどうも、ね、トゲ生やしてトゲが生えてるのが、ね、凶悪な金棒を持ってます。天眼ならぬ、はい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 、ですね、黒目入れなくていいんですか、天眼、ますよ、天眼、いやー、皮も入っちゃうな。こういう人いますよね、はい、鬼の特徴は牛の角、虎の毛皮、牛と虎、牛ですね、虎です。牛ね、上出ますね、これは午後、はい、牛虎の牛は出なくて、牛虎の牛は出なくていいんだ、そう、あの地獄の方の牛は出なくていい、はい、そうですよ、はい、地獄の方は ね、はい、食べる牛はこれは陰陽道から来たんです。これ平安時代なんですね。ですから鬼のイメージというものが出来上がったのが平安時代、1200年くらい前なのかな。桓武天皇が今の京都に都を作って1200年、その時にまあいろいろな考え方で、都の設計に対しての陰陽道という考え方、それは、土地に対する気の流れとかそういう方角、良い方角と、例えば災いが来る方角、これが例えばそれはこうね、うん、東西南北北ですね。で牛虎、はい、1時と2時ですね。こっちの方が、鬼門と呼ばれてる、鬼鬼門、鬼が入ってきますよと。だからそれに対するのが犬、キジ、猿、ね、鳥年と鳥年と犬年と、これ鳥なのかな、あ、サルトリ犬です。サルトリ犬ね、はい、じゃあこうなのかな、サル、そう、トリ犬と、そうそうそう、まあこれが対応すると、これがまあ平安時代に作られたであろう桃太郎伝説に ついているところでも鬼のイメージは牛虎だから牛の角で、トラパン、トラパン入っている、はい、で鉄に関係してますよと。それとそれに対応するのが、その指導将軍である、大和軍の大将は猿だったり鳥だったり犬というものを連れて桃太郎は鬼に対応する、鬼退治に出かけるわけですね、侵略として、そういうものを連れていくというのがイメージである。ただここで大切なのは鬼というものは退治されるべきな、あの鬼退治の退治の退治されるべきってことで、人にあだなす、退治するってこと、そう、人にあだなすものとされる、ああ、例えばそっちの退治ね、そう、あの退治の退治ね、そう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 、排除しなきゃいけない悪い存在、マガモノ、日本語難しいですね、退治、うん、OK OK、わかりました。古くは魔というものもその含まれる、なんとなくその病気とかそういったの具合が悪くなっちゃうのはなんかそういった鬼の仕業とかね、まあそういった、ただそれからそのなんとなく実態がこういうふうになってくると、その退治されるイメージは祀ろわぬ人に重なっていく、祀ろわぬ人、祀ろわぬ、それはその、大和国家という新しくこの日本のできたシステムね、そう、
法と秩序で、それに、これから新たに、仏教や、そのね稲作の文化などとともにその仲間になってほしいな、日本全国の、隅々まで一つの統一国家になりましょうという日本の時代背景がありましたね。はい、そうしたときに、例えばその今の桃太郎の話も実はその吉備の国の、その制圧するそういった事件があって、ああ史実というか、まあ吉備の国が、要は一つにまとまりましたよと、独立国家じゃないよと、連合国家になりますよと、うんうん、ね、もう当時にはもう、日本にはスメラミコト天皇のもとに、で今まではどっちかというとその小さい国の、王が一杯で、まあそれのまあなんとなく大王漢字ですよっていうのが大国主という、ね、そういうふうな緩い集合というか、はい、まあコミュニティなんだけど、どっちかっていうと、はいはい、まあその中央集権的な国家を作ろうと、日本も対外的にはね、まとまってか国というのはこうであるとか、それは外国の人がいっぱい来ちゃうから、奈良時代その前の段階、そうするといろんな知恵が働いて、国はこうであるぞ、土地足りないんじゃないかって話になると、ちょっと関東の方行こうかとか、もっと信州の方、山の中でもまだあるぞみたいな、ちょっと先住民いるけどね、まあ仲間にすればいいよ、ということで、国も広くなっていった時の、まあ、圧力、あるその排除されていく人が、その後鬼の伝説とされ、要はもともと吉備の国の、それが鬼退治が桃太郎に伝説になるし、なんかある意味なんかちょっとかわいそうな話ね、うん、だからちょっとダークサイド、なんかちょっとアンフェアな感じっちゃう感じかな、アンフェア鬼にとってアンフェアだなってこと、一方的に、我が輩あの国にあのな、ね、大和になってくれと、新しく大和改め日本という名前を対外的にも名乗ることになったので、一つよろしくお願いしますよ、一つよろしく、そしたら、いや今までね、自然の中であなたたちと関係なく暮らしている、まあ王だと崇めようといえば、あ王様西の王かね、はい立てまつりましょうか、いやいやちょっとそういうことじゃね、仲間になって総勢、ここ、田んぼないから、あの毛皮、とか、ちょっとあの砂金取れるから、砂金とか、もうじゃあ生涯人工ちょっとあのありだよ、大工などそうね、山の方の人たちは木の細工うまいから、大工さんいいんじゃないの、ちょっといろいろ建築がある、そういう人工を出してほしいとかっていうようなお願いはさせてもらうね、仲良くなりましょう、和をもって尊しとなすね、で先住、よし従うか、従わないとどうなるの、いやちょっと乗ってもらおうかな、あなたたちか、私たちもちょっとやっぱり仲間いるんで、ちょっとどういう、嫌だ嫌だって、いやもうね、もう関係ないし、で結局そっちが立つと、なんやってやろうじゃないか、俺ら知らない、俺らの土地、先祖代々ね、ここで生まれて、そこを、ね、あの、勝手されてたるもんか、ね、ゲリラ戦です。というところで、結果、負けた人たち、やがてそれが鬼とされた。呼ばれるようになったっていうか、うん、
鬼にカテゴライズされちゃったってことね。そうそう、まあ、だからかわいそうって言ったんだし、だからうまくそういう日本の物語の中でまあ作られていく話は、うん、うまく、まあ、ヒストリーだからね、そういう、そう、物語、そうそう、だから彼のお話、まあ、いわゆる歴史書だとかそういったものに書かれていることは往々にしてそれが、正しいかどうかわからない、むしろいろんなものを伏せているのかもしれないね、あえて、それはね、それは文章としては実はそこからは真実は探れなくて、やはりそのどうかはわからないんだが実際にこうであったっていうこと、現実的な、ね、事件として残っていることを考え合わせるとこういうこと、往々にして、排除された人たちのことは残らないじゃん、そうですね、負け組ですからね、そう、勝ち組の話としてうまく、そう、むしろ逆にされてる場合というと、要は鬼退治をした人たちが実は鬼だったっていう、あ、逆パターン、そう、ダークサイド、その心は、あの時ね、都ではね、まあ、藤原氏というものが貴族として、はい、いや、まあ独占しようかなっていう段階、はい、徐々に、はあ、そうするとそれまでいる他の人たちの貴族はまあちょっと邪魔、うん、だからそういったところによく盗賊が入る、なぜか姫様さらわれた、家を蹂躙された、怖、そう、だからその藤原、なぜか藤原氏以外の藤原氏に対抗するような勢力のところばっかしやっぱりやられてる場合だ、藤原氏の、その兵の源泉は源氏、ただ三長と、摂津ただにある今もただ神社、そのただ三長というのが武将でね、まあ清和天皇の末で、まあもともと天皇の子供なんだけど親戚効果としてまあそういう土地を賜って摂津の領主としている。で、その時点武装集団がいた。それが、まあ、ある意味その、なんつうの、政治家と暴力団じゃないんですか。もっと荒っぽい。はい。だからその暴力装置の現地と、そうね、その清掃をしている表政治の朝廷の争いに武力で相手を排除していく。うん、その原動力がそうです。なるほど。現地。ある意味、ね、清和現地なんさってギャングみたい。でもそれって今は分かるかどうかは分からないけど、当時のケビー氏が、あの木簡というか書物に書いて書き残して多分調べればある。あ、そう。来たんだ、ケビー氏が。ケビー氏、今日の都を守る警察、あ、ケビー氏っていうのが、まあそういう、まあおまわりさん、そうそうそう、それはまあ都市を守るっていうだけで、はい、その当時はもう軍隊らしき軍隊というものは、なんかそれぞれ軍閥というものが生まれてて、それが命令によっていろいろ行って平定したりっていうような形になってたから、その一つの軍閥が都で悪さするから、はい、ケビー氏がただまで行って、はい、ね、攻めて、はい、捕獲しようとしたら、返り討ちにやってできません、ケビー氏よりもただの現地の侍が強かった、強くて待ってて帰ってきた、強かったと、なるほど、っていうような、すごいね、うん、だからまあ初期の武士集団も相当ある意味荒っぽい、まあ武家というのは、うん、一族郎党なんて言いますね、
1ゾルですよ。党は党でいいのかな。党ですね、はい。普通の政党の党。まあ、その多田源氏にしてみたんです。一族にあたるのは源氏、天皇の要は血族だから一族だけどね、考えてみてください。天皇に子供ができるたびに親戚交換、新しく土地もらってどっか田舎の方でもちょっと行って行きましょうかって天皇の子供がいるとすりますよ。一種の分家みたいな、何なんかわからないですよ。そうした時にやっぱりそのね、お付きの人パッケージがいないときは、ねえ、にやや、うん、小作土地もらった土地を耕す人とパッケージで行って、そこの土地って開墾して、うん、でそれとお使い、お付きの人とか、それが労働。こっちはだから下手すると渡来人だったかもしれない。ああ、いろんな人たちが入って武家の中の要は大陸で負けてきた武装集衆やこういうところの新しいところの配下として帰化として、あの外から来た人たちも特に武装のね、ここからもうこの後ね、あの戦闘で負けてきました、ゾロゾロ来ちゃったりとか、もともとそういう土地の持つとかって武装するとかっていう、いろんなのもいろんな人たちも必要だから、じゃあもうこれ一族労働でこれで引くワンパッケージね。で実はこの一族と老頭の中で、まあ、血脈を、ね、結婚しだして、まあ、一つの時代と縁として血縁関係として武家武士団っていうのは形成されていくんだけれども、まあ、そんな中にも相当荒っぽい人たちもいた、老頭の中で。だから強かった、公家じゃなかった。で、土地を守る武装集団となったしね。で、今回その日本全国にはさまざまな鬼の話が残っていて、伝承がある。それ全て言ったらね、ずっと延々と私は話していなきゃいけないので、きっとね、まあ一つこの鬼ヶ崎鬼女もみじ伝説、あと簡単にアクアのアクローのね、2つですね。この2つ、まあメインはもみじでいこうかな、うん、これは先ほどの女ですね、多田光永が、はい、戸隠の鬼を退治した、その時に使った刀が、名前を鬼麒麟丸と、というまんまですね。立ち、あ、まんまですね。これが、まあ、源氏のその宝、宝物として伝えられているという鬼麒麟丸。それは戸隠の鬼。でちょっとまあ戸隠はなぜ戸隠が出てきたかというと、鬼無里というのは信州戸隠連邦の裏側にある土地、長野県ですね、信州ね。で、九頭竜の戸隠連邦があって、その奥にまた山があるんだけど、そこの谷間にある。谷間にある。盆地というか谷間というか。これが、ここですね。鬼無里。すごいですね、大海が何里。そうですね。これは、戸隠村ですね。村、いや、連邦の山です。あ、山です、はい。これは霊峰、信仰の山。はい、ね。竜の頭の部分ですね。で、この鬼無里村というのは、その後ろにある。ここの、すごいですね、超山、超山。今でもそうなんだけど、この鬼無里村という盆地に入るのに、今も道がこうつあるわけよ。こっち側からもね、はい、ここの峠あたりに、
神社みたいな。で何かっていうと、ちょっと漢字がおぼろげなんだけど、うん、それ大瀬の王遥かに見る、うん、遥かね、うん、遥かに拝む大拝所っていうのかな、お祈りかな、そう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 、だからここの遠くに戸隠山を眺めて、ちょうどこの峠とかそういうところに来ると、こちらの戸隠山が雲の上に浮いて光合して絶景っていうのがここだったりとか、そのポイントがある、あービューポイントね、今で言うところの写真スポットみたいな、はい、それが今でも史跡としても、すごい、でこれはここが素晴らしい、明け方車で行ってみてください、はい、この先は例えば、信州大町、大町という町からその鬼無沢村行く峠があるんですよ、ここをあの朝日が昇るぐらいの早朝行くと雲海になってる、へえ、あの里がそう全部雲の下になってるんだ、恐ろしい、すごいですね、いやすごい、だから山の中に真っ白な湖が、まるで湖がポーッと出たよ、スペクタクルで、船着き神社みたいな名前のがあるよ、ああそれでまさにだから船が着 くみたいな、そう、それは神様が、あの海、ね、そう、 船がここに着いたんですよっていうような伝承 でまさにそれは鬼無沢村とか全部見えるところ、湖水、霧の湖水が沈んでる、鹿のこと、鹿のこと、綺麗な場所でございます、ね、すごいです、鬼無沢村、ね、行ってみてください、ね、行きましょうね、そこが、鬼無沢に鬼女もみじ伝説というものがございます、はい、お願いします、はい、どんなお話なんでしょうか、はい、この話は信州、それも上田市のちょっと山の方にある別所温泉だったと思うんです、そこの北向き観音の由来、縁起由来というもの、そのちょうど平安時代にいろいろ僧行基がね、という行基ね、行基百全国回って大仏建立だとかっていうのを勧進したりとか、いろいろなお坊様が日本全国行ってお寺を建てて、それ観音堂だったり、まあいろいろな、その一つに長野では北向き観音別所温泉、温泉があっていいと思います、そこの由来に、戸隠の裏に鬼女が住み着き悪さをするので、平のこれ持ちという将軍が征伐に向かい、はい、その時に北向き観音に参籠して御神印を得てお参りされたんですね、もみじ鬼女を退治できましたよという縁起に詳しく書かれてるんですが、それはあくまでも北向き観音を称える演技としてのストーリーとして付与されている物語だから、あのマーケティング的な、そう、厳密には実際に平の昔も、はい、感じは大切ですね、はい、平のこれ持ちですね、一心しげると書いて平のこれで、これ持ち、持った平、これ持ち、はい、維新の日ですね、うん、これは実はその北向き観音がある別所、そこを領した、自分の所領としてもらって、まあ先行があったからそこもらったの、まあそれで、そのためにここに軍をあの山賊を退治しに行かない、ああ、要は自分
男だから自分が綺麗にしなきゃいけないって思う。簡単に言ったら、うん、これしちょっと領地を平安になったらしめようと、うんね、どうにかで、それを実はその新しくね、国司だとか、まあその、新しいね、日本の国になった山の中やいろいろ東北に行って、その土地を、私今度あの税を納めてねとかいろいろよろしくねとかっていう中で一緒になっていたのがやっぱお寺、お寺さんですね。そう、仏の仏のパッケージ で、ね、ね、そのが、実はまあ本地衰弱だったんですよとかね、もともといる神様は観音様の化身、龍神様は実は観音様だったんですよとか、いろいろなことがあって集合してさせて、重ねて信仰も仏教として、日本の国が一つは仏教の考え教えが国をまとめる原動力にもなった。そうですね、それは武力とかそういったことをセットに、そのために縁起としてそういうね、そのただ征伐したとかっていうのだけでは生臭いと、うん、ね、幕をやっつけるのに、観音様のご神徳によって退治できましたよなんてね、それは一つの類型があるね、四天王寺が、を退治に行く源の来光は神様に愛宕権現に参籠して身辺既読書をもらって、それによって鬼を退治、大山のね、主天道寺を退治できたとかっていうのと同じ類型の話、ストーリーって大切ですね、はい、うん、まあそれはもう事細かくそのもみじの生い立ち、両親からの話から生まれからどういうふうにして、まあ結果そういったことは話をするとまあ置いといて、そのもみじという女性が肝心のもみじの話に行きましょう。都に行きました。都で、まあ、美人で、今度はあれはね、貴族ですよ、源の、これは、常本、これもまあ平姓も源姓もまあ元々天皇の、そのでの人、常本ね、常本、彼のところに、このもみじ、使えた。まあ都で何かもみじが綺麗だとかなんだとかということで評判があって使えたのか、行儀見習いに行ったのかなかもしれない、うん、本当はね、うん、ただそのあの縁起にはまあそこで、その見染められて子供もできて、はい、あらまあ、ただ正妻の奥さんいるからね、うん、奥さんをもみじが呪詛したって言いがかりをつけて呪ったと、私たち私のことを、そうということで、呪っているあの女、そうだから入れなくて、で叩き出しなさい、きなさん信州の山内に帰ってきて戻ってきた、で戻ってきちゃった。ただその北向き観音では、まあ、そういったことになってるんだ、このもみじがやっぱりこの田舎に来るのは行儀見習いで、やっぱり戸隠の姫、山の民のね、お巫女神だった巫女姫さん、それがもう子供できて追い出されちゃったもんだから、ただ都が、の雅が良くて、いろんな都のね王子の名前ね、御所だとか自分の屋敷をつけちゃったりね、なんかして、まあ、そういうふうに慰めて暮らしていたということなんだけど、まあ、ある意味、その縁起によればその盗賊が入り込んでもみじを配下にしようと思ったら、ところもみじの方が、なんか徳が高く盗賊を配下にして、そのなんかロビンフットじゃないけど女盗賊王、女盗賊王になっちゃって、なんか周りの村にこ
こうね、年貢取り立てを阻止したりとか、いろいろ基金のところに、あ、貴族ね、多少こう、まあ盗賊だから、いわゆるか、ある意味戸隠はその山岳信仰の拠点だったから、うん、新しい仏教勢力はそこの拠点を排除した。ああ、邪魔っ気だったのね。だから貴族として退場、ストーリーを、まあ、捏造したみたいな。だから九頭竜信仰があったところは、まあ、九頭竜神とか残してるにせよ、はい、メインの戸隠は天台宗のお寺でも、そう、2万ぐらいだ当時、うん、相当な仏教都市になってた、ね、山岳仏教都市、戸隠は実はすごいですね。明治になって強制的に廃仏毀釈ってね、うん、もうとても荒っぽいことしたね、明治政府は。それでで、新たにちゃんとそこにリメイクして、はい、まあそれもだから今ある戸隠の民宿っていうのはもともと神社、お寺、お寺だったわ、宿坊、宿坊、宿坊だった。今でも宿坊、神社の宿坊です、うん、まあそうやって文化とはアップデートされながら、戸隠も今も信仰の、霊山としてね、お山に建て祀られ、人々が祈り場所としてあるんだけれども、まあそういう、はい、いろいろなところがアップデートされていく中で、そういうふうに対処されている、はい、という話で、やっぱりそこで、どうしてもその国が一つにまとまっていく中で、いろいろなものが排除されていった。単純に言ったら厄介者たちを鬼呼ばわりして、そしてそれ対峙して、まあよかったっていう。いや、その後ね、結局その話をうまくオブラートに住んで、やっぱりだから生々しすぎるから、その当時のすぐこの話じゃなくて、昔こういうことがあったっていうことはこんな話ですよと、うまくそれは仏教説の中に落とし込まれているもみじ伝説であったりするけど、実際はそういう山岳ね、宗教施設をの破壊と、要は搾取っていうか、うん、まあまあそういうちょっと言い方だからちょっと弱くていくかもしれないね。ただその時はすごいんだよ、ゲリラ戦、山の中ですかね。まあ鬼無里でいうと、こういうふうに戸隠山があって、ここに今言われているのは裾花っていうところ、山の裾にある花の楽園、森があって水芭蕉が咲いてる湿地帯があって、素敵ね、湿原がある、うん、いいね、山の裏側に、うん、今行けるのは自然園っていうところは今度市場、ここまで車で行けるんだよ。ここを奥蘇花川と言いますね。ここがゲリラ線。まあそんなお花が咲く綺麗なところで、そこに行くにはこの蘇花渓谷を一点で行かなきゃいけないから、うん、今でも行ってごらんなさい、すごいね、 V 字の切り立った渓谷、テラスとかないから、すごい絶壁のところ、今でも道がこうあって道路があって道路で通れるようになってるけど、このところはもうなんかすごいなってる。だから地質学の化石だとかいろんなの埋まってるような断面だからね。すごい。うん、川でギュッと深くなって奥蘇花があって、ここに例えば、木曽堂の阿武木っていうね、こう川の沢があって、岩のところにねすごい巨大なくぼみがこの磯戸の阿武木、うん、すごいんだよ。俺ここでもなんか野宿してる。あ、野宿、うん、こっち行った。いい感じなのね、野宿できる。で、すっごい綺麗な。で、これなんでこう、まあ話ずれるの、磯戸の阿武木は木曽義仲が兵を集め、ここでまとめて
ここからこの裏から行くと日本海だから、そのあたって、はい、あの攻め込むための信州の武将をこれを集めたベースにしたんだね。そんなことないと思うけど、かなりのドンつきだから、ここよりもこっちの下の、まあ、十字路になるであろう、まあ、紀南佐村の方が白馬にこうポッといけるし、なるほど。これがドラマ作りしたかったんじゃない、盛りたかったんですよ、こうそういう。だからそこにいるもうゲイラ民族がいたんだけど、まあ結局、まあ排除されたよね。なので、鬼のない里、紀南佐と言います、今。だから、すごくその紀南佐という名前も恣意的というか、その仏教説話のモデルとなった場所だから、全部フィクションかもしれない。要は北向き館の神徳演技説のための舞台、まあ、であったからさ。ただそれにはいろいろな信仰がアップデートされる中でね、そういう話が伝わっています。まあ登場人物は歴史上にあるし、鬼切丸の忠光長や、平の常本、源の常本、平のこれ持ちなどもやっぱり実際の人物で、やっぱりそれぞれのちょっとノンフィクションを混ぜつつみたいな、ね、混ぜつつそれが土台に、そのあって、その人たちが、その日本の、勢力範囲あるいはその貴族の勢力の、片棒を担ぐだとか、いろんなところで武力を一つ背景にした、統一あのことは武士としてはやっぱりそれだけ上がっぽい、まあ、そういうことですね。まあそれはケビ氏の調べる場合、多分自分の言ったことはなんか書き残されてるんじゃないかな。その ただの将にあの犯人捕まえに行ったらダメでした、杖のあるっていう。そう、まあそういう話が記事を伸びし、本当に見てきたみたいに言うから面白いなと思って今ちょっと吹き出してしまいました。ね、まあということで、最後ちょっとアブクマのアグローという話、はい、これもどちらかというと、これはそうですね、アブクマ福島県ですね。あ、じゃあちょっと、まあ、書いてみましょう。はい、福島県 ね、ここから書いちゃうの、北海道か。そうだね、アブクマは、ね、どうなんだ、ここに来たらこうで、またこう来て、こう来て、こう来て、こっちはこう来たらこうなって、こうなって、こっち側でこうだから、こう、こうなんだよな。で、こっちはこうなって、そう、ここはちょっとこうなってたりして、こうなってたりして、まあちょっとこの辺はちょっと割愛させていただくかなと、ね。まあ、もうちょっとこの辺はあれなんだけど、すいません、ここが、じゃあこれ行きましょう。これ日本列島サイズはイメージしてください。縮尺ができる、はい、京都です。ここで、日本生まれました。まあいろいろ混ざっていく中で、どうしてもこっちの方は、こっちですか、名前は、まあ、東日本って言うんですか、まあね、日高みの国、これはいろいろちょっと石碑なんかにも実はまだ未だに残ってたりして、あるいは、のりと、こののりとというのは、かまたりだったかな、中富家がのかまたりというのが、まあね、大正殿の前で奉上した中に大山と日高みの国と日本を言って、まあいろいろ言い方が豊橋原中津国からいろんな変遷があって、その中に
やっぱり大山と日高美の国とで、その当時は来て言わなきゃいけない。ああ、ルールになってた。いやいや、だからちょっと大和だとか、分かった、あの、政治的理由でね、理由でね、はいはい、バランス取らないと、みんなもともとこっちで、こっちも立てないと、こっちの中で、あんまり悪いなってこっちできてるからさ、はい、分かりましたよ。だから大山と日高美国、ね、イメージは大山との方が天孫ね、アマテラスの神様を知っている、トライも合わさった、人たちで、日高美国は縄文以来の、東北の方からも、ね、で、ね、話長いですね。ついてこれかよし、ちょっと待ってで、ここで全然話がちょっとここに、阿武隈だから福島に、阿武隈だからちょっとここに、伊豆半島ですか、伊豆半島でちょっとこの辺はもう割愛しちゃう、坊主半島ここにしちゃう、もう違う、あっちがもうちょっとごめんなさい、紀伊半島はついつい大きくなっちゃうねえ、熊野があるからね、そうですね、これね、思い入れが深いと、いやいやいや、まあなんとなく大きくなる、この辺が京都だって言うとそうなって、あのイメージ的な、そうだからこれはなぜこう書いたかと言いますと ね、ここの辺りのそうイメージがこういう国だから、そうそうそう、こっちがもっとこんなに外科医とは思ってます、その辺境だから、うん、どんどん遠近法じゃないけど、そうそう、ちっちゃく、そこの、まあ、こう遠近法が効いてると思えばいいんじゃないですかね、そうね、こうグッとこっちが手前でこっちが奥に、まあ、クローがいたのか、福島だね、阿武隈ですからね、ここですね、うん、山通りですね、阿武隈ってこれでよかったっけ、うん、合ってます、ね、うん、これが、阿武隈って今阿武隈道っていう鍾乳洞がね、鍾乳洞がね、有名ですよね、そう、まあ、ということはその石灰質で水が浸ってこう、いろいろ洞窟がいっぱいあるで、その辺りが、手前がだいたいこの辺ぐらいまでは、まあ、下野、栃木ね、栃木ね、いわゆる、まあ、栃木、ね、その上あたりかな、うん、まあ、だから福島、そう、だからつまり福島だから栃木の北ですね、ここに悪老が救っていた、うん、っていうかもうここでだいたいその徐々に行ってるところはだいたい平野部だから開墾できたり、どちらかというとその馬が走れたりとか、どんどんその行きやすかったけど、ちょっと悪路だから、ここから先の道が途端に悪路になっちゃう、悪路だからここから行けなかった、その当時、だいたいまあそのあたりでね、開墾にしていくじゃん、人が、あの関東平野まで頑張ったけどなかなかその先が苦しいってことかな、きっとね、で、ここで、悪老がいて、何言ってんだよ、うちは日高美国でございよと、もうここでいいでしょうと、下野まで行ったの、このいいよ、うん、いやいや関東平野の橋ね、下れと、まだ先に途中番じゃね、何を、なんつって、おやるか、ヤマトのものよ、我は悪老王なるぞ、王だからね、キング、キング、まあ要はそういった人たちは後になって鬼とされて、悪老っていう鬼がいたよ、伝説、いろんな、ただ文献の中にはちゃんとしたその三族、まあ、あの要は日高美国の最初の、まあ、結構の防波堤の芸者戦や、でもやっぱりそのここら辺の人々にとってはまあ都合がよろしくないから、まあ鬼認定されたみたいな、後で話としてあれは鬼だったんですよと、土地に巣く悪い鬼ということ
ことで、それを皆さん、だから結局これを排除した後に、悪路を排除した後に入植してる人たちにとってはやっぱり悪だからさ、鬼でしょ、うん、悪イコールだから悪いものを、そこの土地を追い出して自分たちが入ってきた、からうちらはこっちですよと。その時に香取とか鹿島っていうところに、うん、あの連兵場があった。茨城、うん、そうそう、連兵場茨城だから、うん、栃木、茨城、この辺は連兵場があったね。だから ここで集めてね、兵隊にしなきゃいけないから、うん、ここで戦いますよって言った時に、うん、どんどん遠くに行くって言ったところのね、農民だとみんなこう来て、鹿島のもう武人だ、プロフェッショナル、軍事訓練、軍事訓練、教官がいるわけだ、よし、見合おうなーなんつって、ブートキャッキャッブートキャッキャッブートキャッキャッなんつってね、はい、右、左なんつって、右、あ、まあ、そっちじゃない、こっちだ、あ、左だ、なんだ、お前バカ、右と左一緒に出てるだろう、何やってんだろうなんつって、もう、てんやわいねって感じ。もうそこの教官の末裔なんつったら、武人、その後さまざまな剣豪、もう今だって古流のすごい達人、うろうろすごいんだから、この鹿島、まあ当然ね、いろいろな、まあ、伝播していた侍たちの、まあ一つの供給基地、まあ話はで、ここの阿武隈にはその阿武隈像って言ったように、うん、昇天堂がある。でも今の阿武隈堂は悪路王がいた時にはなかった。あれなんかその採石とかそんなことをやってる中にポコンと開いたから、すごい鍾乳洞が発見できちゃった。ああ、じゃあ彼が生きた時代はまだ全然、うん、あのカバーされていたってことですね、うんうん、当時まああったであろうのは、こっちの方ね、冷や水鍾乳洞ってあって、はい、こう山の中でこう岩にこう穴があって、水が流れてる、ま、さしく地下水だって、まさしく冷や水で、ここ料金払って入れますから、今。あ、観光スポットになってる。しかも懐中電灯持ってる。ああ、いいね。何もなくても。おお、自然のままで。いいじゃないですか。下水冷たいの、足つかない。こんなのと。今日みたいな日に行きたいものですね、本当に。ちなみに、ここの下にはね、こう水がきれいだから、湧き水、こうトイがあったら、小屋があって、流しそうめんを夏がやったんです。冷たい水で、トイのところね、もう団体さんだって大丈夫、美味しそうですね。トイが50列ぐらいあるかもしれないからね。あ、すごいすごい、これぞ本当の水商売だ、すごい。そんな 50本も引いて、しっかりしてるからね。ね、団体さんだっけ、まあまあ、楽しそう。冷やしそうめんというものは日本の風物詩として、ね、まあこれあるんですが、彼も悪老たちもゲイラ戦ではこの、そうめん食べたの、鍾乳洞に、あ、こう思ったの、そうめん、その場所を知ってんだ、はあ、この阿武隈堂の、阿武隈堂の裏側にあるにまた鍾乳洞があるのね。多分鬼の穴とかさりげなくそういう地名がついてポツンとあるはず。何の整理もされてない。さすが退治された人の史跡、痕跡すら、うん、一応伝説として残してあるけど、一応もしかしたらかわいそうね。そうそうそう、うん、そうだからアンフェアかもしれないということを言って、だってもうまあそれはもう人が入れ替わっちゃって、その後は、うんね、もし彼の親族とかいて、もしそれ殺されなかったとすれば、不襲といって九州の方にこう移住させる、強制移住で、要はその土地がそっくり開けて新しい入植者を入れて、だから変わっている。どんどんそうやって混ざっていっている。ただ東北の人たちは山の方は深くまでマタギだとかいろんな森の特殊な技術を持ってして生き延びているし、ただその中で平野部だとかいろんなところはこの後どんどん行くね。
で、お百姓。まあ、ここは仙台だとしたら、多賀城。多賀城の柵っていうのは、だったら、まあ、仙台、多賀城。じゃあ、ここじゃあ金閣さんっていうね。うん、まあ、ここが、多賀の柵って言ってたね。大体平安時代、中期ぐらいまでここまで、多賀城の多賀、そう、まあ大体徐々にそうやって日本になっていった。まあですから、まあ日本はいつからなんていう話もね、いろいろあるんだろうけれども、それはまあどこの部分でどういう考え方によってね、日本になってるのかなっていうのは、まあ少し鬼の話、ちょっとそういうなんとなく日本ができていく中で、強制的に土地を奪われ、強制退去、そう、うん、ただこれ暗黒とかじゃないからね。暗黒ってどういうこと？暗黒時代地区だったってこと？飛んでた、絶えず東北は飛んでた。あ、つまり飛んでた、豊かであったってことですか？その昔から金が取れてるって、それ分かってです。あ、で、先の技術者もいて、しっかり金が交易になって、しっかりやられてたんですね、大陸や、うん、だから、鎌倉時代ぐらい、だから、なんて言うんだろう、奈良時代とかって下手すら鉄器、まだあんまりうまくできなかったから、輸入品で、両刃の剣だったのは、だいたい時を経て鎌倉時代ぐらいになると、実際の日本刀っていうのは作り出して、うん、っていう中で、こっちの方でも一部、たたら刃物に使ってるんだけど、あんまり玉上がりができなかった。だけどいい刀を使ってて、その馬に乗って振るのにいいわらび手刀っていう。わらび手刀、うん、とは東北地方の特徴の、わらびみたくなってんの。そう、ここがね、こういうわらびみたいな形の束になってる、湾曲してる。で、これどうも大陸のデザイン、ね、なんかね、そう、それか、ね、要は買ってんだよ、輸入品、だから輸入品って感じ、うん、先に出してあったらもう製品、原材料と製品みたいな。と、馬もモンゴル馬でしょ。ああ、なるほど、大陸から買ってきたとか連れてきて買った馬ですね。というも、あ、だから岩手とかでも馬がとても盛んじゃないですか。そうそう、群馬とか、うん、まあ、そういう、もともとね、そういう風な平安時代からのその馬とか、戦国時代もその奥州馬っていって、いい馬の産地、そうそうそう、だからそのいわゆるダバ、ね、ニダを運ぶからダバ、ダメな、あ、だ、違う、失礼ごめん、ダバ、ニダを運ぶ馬だからダバ、荷だを運ぶから、そう、荷用の馬だから、しっかりした、まあまあ、そう、忍耐強く、気が優しく、怒ったりしないで、毎日毎日、こうやっていっぱい荷物を運んでいる牛さんでございますよ。それは頭が悪いだとか、ね、私無理だ、うん、それ、まあそれはまあちょっと違って、どっちかというと、そのモンゴル平原というか、ペルシャとかそっちの方も入ってる、ケイのそれもも入ってるから、だから馬の平原をかけれる、長時間走れるとか、その起伏がいい。だからちょっとだ、それのオフロード版のがいた、モンゴルね。確かにオフロード版、超オフロード版。日本に、そっちも馬の存在です。まあそういったところまで行くとね、鬼の話からどんどん膨らんでいくからなんだけれども、はい、皆さん、どうぞ、福島の皆さん。阿武隈洞の裏の鬼の墓、あるいは来なさ奥そばな渓谷自然園、ね、いい感じですね、はい、など、はい、日本にはまだまだ知られていないところ多ございますからね、うん、秋のご旅行にいいんじゃないでしょうか、はい、これからね、ということで、今回はまあ一般的な鬼というよりは、鬼と後世言われた人たちの例を2つ、長野、福島と
それをご紹介いたしました。まあそれ全部私の妄想だから作り話かもしれないよ。なんてね、なんてそれを確認する、調べるのはあなた次第なんてね。では頭もだいぶやるからね。良かったでした、ね。いやはい。では皆様長い間、ご視聴いただきましてありがとうございます。龍に二と言ったら次は何か。ねえ、次回はなんですか。どんなあのワールドイマジネーション、あのなんねワイルドな妄想。面白いとこだったな。天狗もいいけど忍者とかね。ちょっとね。忍者。忍者かな。忍者系だと思う。ちょっとね。忍者。まあ。いわゆる古代から信仰の神だったり、その祀らぬ人として、祀らぬ、悪鬼として、対された人たちとか、さまざまな人やの考え、ね、信仰や。そんな中で、じゃあ次は皆さん好きな。何ですか？忍者キャット。忍者キャット。忍者キャットタイム。Ninja Cat is back. Ninja. Shinobi. Ja. まあ、これも時間の対策だね。なんてね。はい。では、はい。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。よろしかったらチャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。お願いいたします。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ああ